どうも、ポーズです。今回ですけども、アルビレックス新潟ヴィッセル神戸ディフェンス、酒井高徳選手復帰オファーの噂ということで、ね、朝のニュースでもちょっと触れましたけども、そんな話が出てるということで、ちょっとまとめてみました。熱の噂、今季で神戸との契約が切れる酒井高徳選手に対して、古巣新潟がオファーとの噂がと、神戸も契約延長オファーを提示する見込みで、去就に注目が集まっているとか、という話なんですね。オファーする可能性何パーセントということで、まあネットの噂アカウントも当たり外れがあるので、まあこれは毎回ね、その噂の話をするとそういうふうに前置きを必ず僕はしてるんですけれども、まあ一つの話題というのを捉えるべきですが、新潟の守備陣はですね、まあディフェンスもゴールキーパーも今後注目銘柄となるのは予想されると、まあよそのクラブが欲しがる選手を。まあ今の新潟が抱えれているっていうのはすごくいいことでもあるんだけどね、それだけ他クラブも認めるところであると。まあディフェンスで言うとですね、まあゴールキーパー小島選手はね、あの浦和が正式オファー出したとか、ね、マリノスも狙ってるんじゃないかみたいな話もありますが、ね、だって今日だって一森選手に復帰要請ってガンバがやってるってことは、一森抜けたらマリノスは絶対キーパー取りに来るからね。そこら辺も非常に気になるところですが、ディフェンスの話、まあ、今回酒井高徳選手の噂の話を触れるのでディフェンスの話をしていくと、藤原選手、伝選手、大輝選手などなど、まあ、他にもね能力ある選手で言ったらもうほぼほぼ、まあ、新井選手にしろ堀米選手にしろ、ね、マイケル選手にしろ、ね、いっぱいいるわけですけども、噂、他クラブからのオファーの噂もネット上で出てるのは、まあ、藤原選手、伝選手、大輝選手というところで、まあ、客観的に見てもオファーがあっておかしくない選手たちであるというふうなところなんですね。特に藤原選手が引き抜かれた場合はサイドバックの選手層が一気に懸念点になると、シーズン通して怪我なく新井選手、堀米選手に回せればいいですが、まあ、怪我人が発生したら緊急事態になると、まあ、そう考えると高徳選手のオファーはしててもおかしくないかなというふうな話ですね。まあ来年あの大卒新卒の森リータ選手っていうね両サイドバックできる川崎アカデミー出身の早稲田大経由で新潟入る選手がいるんですけれども、他で言うとね長谷川拓実選手をまた右サイドバックで使うのかとか、まあ、早川選手サイドバックで使うのかとか、もうそういうレベルになってくるんで、でまあ、デン選手も大輝選手もサイドバックできるけど去就がわからないってなるとね、なかなか結構やりくりしんどくなってくるよねっていう風なところはあるのかなと。酒井高徳選手オファーしていたとしてということで、新潟出身、新潟の育成出身、アカデミー出身ね、プロデビューは新潟ということで、生粋の新潟人であると、過去のインタビューでは新潟復帰について自分が必要とされていたり叱るべきタイミングで戻れるのならと、お金ではない、いずれ絶対新潟に戻ってプレーしたいと明言したということもあって、おそらく、まあ、プロキャリアの晩年というかは、あの、新潟でプレーする気持ちが、おそらくあるというふうには思うんですが、まだね、年齢的に32歳なんだよね。僕、マイケル選手と同い年で35歳なんですけど、今年ね。その3つ下って考えると、まだまだやれる、まだまだやれますよね、年齢的にはね。なんかこう、ピークを過ぎたとは全く思えないよね。まあ今のプレーもそうだけどさ。まあさらに神戸、現在の神戸の年俸が1億8000万推定ですよ。推定1億8000万とされてます。大迫選手が3億5000万。武藤選手と豪徳選手が1億8000万みたいな。いや、金あるね、神戸はね。さすがに新潟同等の額は出せないと、いうふうに思われます。まあ出せて半分じゃない。9000万ぐらい出したら新潟ようやったなぐらいじゃない。と思います。来季加入があるかは不透明ですが、対人の守備では J でも随一、左右どちらもこなせるだけでなく一列前でもプレーできるポリバレントさは魅力。サイドバック、両サイドバック、両サイドハーフできます。なんならセンターバックもやってましたね、神戸でね、今年ね、緊急事態的に。だからもうどこでもできます。豪徳選手が在籍していた頃の新潟とは違うスタイルのサッカーを現在しているわけですが、まあ、問題なくフィットできるだろうと、こんだけ器用であればね、もう豪と10が、ね、両方持ってる選手、すごい貴重ですよね。そしてフリーキックのキッカーとしても重宝できるのも大きいと、
うん、複数ポジションこなせて攻守両面のクオリティは間違いなく向上する、まあ、質も強度も上がってくると、加えて新潟のちょっと課題感としては得点源として精度を上げていきたいセットプレーというのがあります。それの強度も上げられる、質の高いボールを蹴れる選手としては、まあ、非常に申し分ないのかなというふうに思います。やっぱりね、その多分もう新潟の弱点というか、ここを上げていきたいよねポイントはもう結構明確になってて、そのうちの一つはセットプレーだと思うんですよ。セットプレーからの得点をやっぱり上げていきたい。やっぱ上背のある選手があんまりいないので、ね、新潟もいろいろデザインしたセットプレーやってますけど、やっぱもっともっと得点につなげていきたいですよね。やっぱそのためにはキッカーって重要ですよ。年俸面はもちろんネックですが、来季のアルビがもし現有戦力を遺留できて適材適所に補強ができれば、ね、今ね、神谷選手だったり平川選手とかね、噂も触れたり、ジョナタン・カフー選手っていうね、ブラジルからも取るんじゃないかみたいなアタッカーね、攻撃陣の補強の噂はたくさん出てたんですけどね、守備陣は豪徳選手が初ですけどね、今季の噂のレベルで言うと、まあ補強ができれば、豪徳選手が新潟に戻ってくるタイミングとしてある意味最適であるとも言えよ。これがね、これが結構トリガーとしてね、例えばじゃあ神戸が1億8000万って、まあ1億8000万同額提示か分かんないけど、じゃあアルビがさ、まあ1億いかないぐらい、まあ5、6、7、8000万、9000万ぐらい、出しますと、まあその差がね、要は年俸が神戸の提示額の半分もしくは3分の2ぐらいになっちゃうと、まあそれでも新潟に戻るトリガー、まあもちろん新潟愛っていうのもある、地元愛みたいなのもあるんだとしてね、タイミングとしてはね結構いいんですよ。何がかというとですね、まあ、松橋監督が3期目、今いよいよタイトル獲得もありえるぐらいにチームが成熟してるんです。主力が残ればですけど、アルベルト監督から取り出たチーム作りが2024年には結実しても全くおかしくない状況に来ていると。まあ、特にまあ直近のね、対マリノス戦、もう優勝、もう勝つしかないっていう、優勝を狙うためにね、本気のマリノス相手にあんだけやれた。で、チャンスも作れた。あと決めるだけだったっていう試合ができたわけですよ。だから、そんなチームがさ、優勝争いできないわけないよねっていう、逆にね、逆説的に言うと。なので、まあ、新潟の初タイトル獲得が見えてる今の状況に、豪徳選手が戻ってくる、ということは、まあ、もちろん戦力的にもアップするし、タイトル獲得時に豪徳選手がいると、もし取れたらカップ戦でもリーグ戦でも何でもいいんだけど、それがやっぱり今後のアルビの歴史的にも重要になってくるし、まあ、豪徳選手本人がどういうセカンドキャリアを歩むか分かんないですけど、例えば指導者になってアルビの監督やるとかね、まあ、そういったのが将来的にあるんだとしたら、まあ、それもポジティブに作用すると。やっぱその初のタイトル獲得メンバーって結構重要だと思うんですよ。クラブの歴史で一生残るから。なので、そこがね、結構その何、5、6千万、新潟の方が提示が低かったとしてですよ、5、6千万以上の価値が将来にわたって長期的なビジョンで見たらあるんじゃないかな。特に豪徳選手はね、新潟出身っていう、アルビ育ちっていうふうなところがあるので、もう間違いなくミスターアルビレックスになるかなっていうふうに思いますけどね。なので非常にタイミングとしては来年遺留で、今の主力が遺留できればですよ、非常にいいタイミングであるというのがあるので、もしかしたらもしかするのかなと、個人的には復帰してほしいが果たしてっていうふうなところですが、まあ本当にオファーしてるかがそもそもわからないので何とも言えないですけど、はい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね、iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中、まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。